日蓮商人造日蓮商人分骨の肘門、九条富士明伝寺。明伝寺は、京都府京都市左京区北門前町にある、日蓮州の本山。三号は、放鏡山。立中が五位がある。1477年、遠行院比によって、京都一条知り切れ町の地に明伝寺を建立された。階層に当たり死の冷やしさと測り、周祖の日蓮のごま小巣を法案し、 関西異性の信徒の願いを満たした。同時に身延七面山に誕生されている七面天女と同木同体の霊体を安置し、これをもって西身延と称されるようになった。1536年、天文法乱により全山ことごとく改善。1541年には再び京都西の東院に再興する。これを第二の明殿寺という。1591年、明殿寺。 第六世、次元因比、恵みの大、豊臣秀吉の命にて、京国二条の地に移転する。これを、第三の明伝寺という。この時、一条家、四条家の菩提寺となる。次元因比恵みは明伝寺の中高と仰がれる。第八世には、神生院美園が歴世。第十四世には、保守省院比喩が歴世。日伊佐は学徳高く、 ゴ水ズ天皇の中宮の東福門医により、金門下左を賜る。山品五国寺を解散し、山品断輪を開く。第十六世には、サビエイン日通が歴史第29世。第二十九世、重四院日吉の代、宝永の大化が起こり、全山海人に帰す。現在の二条川端に再興しこれを第四の、明殿寺という。第五世両園院日金 説法一万座に及び、城材を、干部し、現在の本堂を混流する。解散日以来、美濃部門流の直径、京都の触れ頭として京都秘伝総八本山の一つ、京都十六本山の一つである。なお、歴代の病は、東山区鳥部山通明寺にあり、園祖法聖院比喩、並びに、錆園院、日通の病は、山品五国寺にある。 現住は八十世、野の,のがき比喩漢受。有志放炎。日蓮宗は昭和十六年に本末を解体したため、現在では、旧本山、旧末寺と呼び習わしている。京都の社寺の例に漏れず、時代劇のロケが行われている。達中の並びを屋敷街に儀している。ありがとうございます。